ました。サブチャンネルになりますね、これは。スーダーがついてないんですよ。ショルダーシャックに新しい車が来ました。プリウス。これでどこまでも行けるっすね。どこまでも行ける。ガマスター最高じゃね。最高っすね、やっぱ燃費。燃費しか買った倍ぐらい走るよ。本当に4ですか。まあでもそっか、普通にリッター 5？ そうよ。本当に4ですか、うん、5はやばいっすよ。マックス上田さん、あんまり声張らないように。マイクついてないんで、声張ったら割れちゃうんで静かに行きましょう。なるほど、マイクで、マイクがないとね、割れる、割れちゃう。今からこれはどこ行くんですか。ちょっとホームセンターでボルトをね、なんでボルト買いに行くんですか。バイクのね、ステップを取り付けるのに長さが足りない、ありすぎて。そうそうそう、どうすることもできる。あの VMAX。 あ、そう、VMAX。 VMAX のオーナーさんなんですか。あ、ですね。あ、だから MAX 上田さん。進んでるんでね。そうですね。いや、楽しみですね、年内。年内はちょっと無理かな。ちょっと寒すぎてちょっと塗装が間に合わないかなと考えています。いやー、舐めてましたね、ほんと。で、今の倉本さんに対して舐めとる。違う、雪ね。やばい、ちょっと俺舐められた。うわ、すごいな。完全に喧嘩振られた。その T の付けでやばいな。はい、こことここは試合決定で。出た。うわ、やばい。いやー、雪降るのはびっくりしましたね、ほんと。そうね、寒くなるのは分かっとったけど、寒くなるとね、ちょっとね、塗料が乾かないっていうね。あれ、倉本さん、何回目ぐらいなんですか。なんか結構やり直しないですか、あれ、みたいな。そうね、あれちょっとね、やり直して。え、そうなんですか。そう、実は一回ね、はい、紫塗っとんよ。え、しれっと。はい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 、はい、なんじゃけど、はい、ちょっと前、DM でも言ったやん。ああ、ちょっと修正するわって。ああ、そういう意味の。そう、本当はちょっと修正しようと思ったけど、もうなんか全部気に食わんくなって、一回全部またやり直しました。はいはいはい、すごい。え、撮影しとったんすよ。そう、それ。え、マジっすか。撮影しとったっすけど、うわ、もったい。多分これ浩二さん多分やり直すやろうなと思って出してないっす。出してない。なんか。いけると思ったけど、なんかすごい気持ちがね、嫌になって。ここやない。え、ここ、え、大気温。ここっすよ、ここっす。何しようんすか。危ない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 。危ない危ない。西条行こうと思った。多分僕、ごっちゃんやとですね。大気温、大気温。危ない危ない。多分大気にもあるよね。え、だってあれでしょ、ミリよね、ミリボルトよね。ミリ、はい。ああ、ミリなら、ミリならです。インチはちょっとあるかもしれない。インチはちょっと無理せんで、無理せんで、危ないんで。危ない危ない。本当です、危ないですよ、本当に。ここでひっくり返っとったんでね、車が。あ、ここ。あ、ここなんだ。そうっすよ。昨日もなんか JAF みたいなの来てなかったっすか、あそこ。やば。あ、昨日じゃね、一昨日だ。怖いね。あ、でも昨日であったかいっすね、6度は。あったかい。昨日ずっと2度とか。2度と1度。めっちゃ寒かったもん。もう、作業が。いや、いや寒いのにマジでと思ってストーリー見て。寒いよ。え、あれってヒーター当てながらしよったんですか。当てながら。すげえ。ちょっと部屋を温めながら。あそこだけちょっとあったかい感じ。ちょっとそろそろなんかね、でかいの買わにゃいけんかなと思ってしまったよね。でかいの買う。ヒーターをね。ああ。え、だから
行かなきゃって。年内に納車するってなったら、そのでっかいのがあればできるってことですよね。ああ、なるほど。なるほど、なるほど。なるほど、なるほど。マックスさんのために。結構いろいろ考えてるけどね。それがあれば、マックスさんは、今年中に、なるほど、なるほど。納車できる。年内で。そしたらね、みんなで走れるのにね。うわちょ、本当にインスタ。ちょマジで買いたいんですよ。インスタ？インスタ360。あ、インスタ360。全然変わんじゃないですか。いや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 。いや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 。あれ結構するんですよ、あれ。するよね。いや、まあ、それやったら、あの、バイク用のを買おうかなって。バイクキット用みたいな。そりゃそうでしょ。何それ、そんなの？つけれるようでしょ。そう、マウントが全部セットみたいな。そういうことね。ちょっといいなぁ、思って。じゃあ、買いに行きます。買いに行きます。九州のね、選んでよ。僕もなんか買ってもらおうかな、ボルト。なんで？買ってもらおうかな。そう、なんなん。綺麗なやつ。自分でメモした。メモした。ノイズで測って。よし、自分でメモできるのはいいって。いやだって送ったらいいじゃないですか。自分に？いや相手に。あ、そういうこと。そういうこと。すごいですね。メモ用の相手とかおるんですか。いや絶対これ。そういうことか。自分でメモしたなんかあれにメモできるんかと思って。メモ中の。やっぱステンがいいよね。錆びにくい。メモ中の。こんなのあるんだね。35。何なんですか。ビスみたいなんですか。うん、普通にネジよね。頭がこれのね。嘘やろ。悩んでる。うわ。40。これしかなかった。それでいいんですか。もうしゃあない。腹減った。そのタイプ。あるよあるよ。こういうタイプじゃないんですか。ない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 。こういうタイプじゃないんですか。こういう六角。いやないんですよね。あ、ないんですか。で西条やったらバラで あったかな。西条に行けばよかったんじゃないですか。うわすごいな。やっぱ西条ってなんか強いよね。なんか多いっすよ。いつも思う。これだったら今買わずに西条で買ってからまた西条今からいや、これ帰りとかね。帰った。なんかそのボルトだってなんか、うん、それやったら六角が欲しいと思う。ね、うん、整備性考えたらなんか絶対六角の方がいいですよね。ちゃんと戻そう。8のと思ってしまったのは私だけ。僕も思った。行こう。え、そう無駄し無駄し。マック行こう。マック行きましょう。マジかよ。買い出しについて行って結局買わなかったっ。買わなかったですね。で。その後まだ買いに行ったんですよね。買いに行った買いに行った。で結果どうだったんですか？なんとかねボルトはあったんでね、マケットにつけてみようかなと思って。え、でもなんかピッチは違うんでしょ？あの、うんうん、それだけはちょっとやめても、ちょっと恥ずかしいけどね。ピッチが違ったんですよね。ピッチが違うかったな、びっくりしたっすねあれは。よし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 。倒れるんすね、自分で。やっぱさすがっすね。いやいや、外装だけですよ。すげえ、ズーマー持っとるしね。めっちゃ持っとるじゃないですか。2台2台2台すげえな。さすがっす。いやまああんまり喋ることもないんで。あ、そうな。あ、すごいな。マックも食べたし。マックも食べたし。マック今日安かったっすね。何の話ですか。うわすげえ。うわお。あれ。あ。こう。VMAX 楽しいですか。いや面白いですよね本当。うん。面白い面白い。何が面白いんですか。加速。バルカンより面白いですか。あ、面白い。でも形はやっぱバルカンのが好きだったですね。え、アメリカンの形の方が好きなんですかやっぱ。まあどっちかというと。あ、そうなんですか。でもこういう形でカフェ系にするも好き。変わっとるっすね、じゃあ結構。いや、そう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 、もうどっちか。すごいっすね、こういう系でカフェって。そう。あ、でもまあかっこいいか。
なんかかっこいいけどやらんな。やらんな。大変そう。やれんけん、やらんけんこそ結構目立つんですよ。やった時目立ちたいんですか？目立ちたがり屋なんですか？目立ちたい。だからそういう髪色なんです。違う違う。違う違う。どういうこと？違う違う。分かったっす。分かるっす。あ、もう。VMAX で。まあ、いろいろツーリング、一人で行く方多いかもしれないですけど、そうですね。気をつけて。もちろんもちろん。とりあえずね、はい、これがね、あの、完成が待ち遠しい感じなんで。ああ、はい。ああ、はい。おお、すげえ。じゃあ、MAX チャンネルも。絶対、皆さん。絶対伸び。絶対伸び。MAX チャンネルがなんか、解説するかなんかしないかなんか絶対せん言ってるらしいんでカメラで買ってまあお互い頑張っていきましょう。お互い同じ広島っていうことで。いや本当広島来てよかった。本当になんかいいことあったん？いや楽しいですね、こうやってね出会えてね本当に。ああそうなんすか。そうやっぱり去年はね、あの楽しくなかったんですか、じゃあ今までの人生。うわすげえ、センシティブやった。どうすか、センシティブですか。うわ、すごかったな、今。いろいろなんか、ね。今ね、ないでも難しい話をなんか聞いたりしちゃってるんで。本当ね。まあでも今が楽しい。あ、そう、今が楽しいです、本当に。一番じゃないですか。よかった、よかった、本当。来てよかった、本当、東島、本当。だって僕らがいたから来たんですよね。そうポジティブに行こう。ポジティブ行こう。ちなみに年齢は31です。はい、また嘘つきます。いや絶対本当に。はい、はい、老けてる。22でしょ。絶対違う。老けてる。だって未だに年齢確認される。される。そういうことっす。お酒買えんもん。若いっていいっすね。いや若いじゃないですか。今後もよろしくお願いしますよ。いやお願いします本当に。こちらこそ本当ありがとうございます本当に。じゃあ最後に締めてください。何も締めね、じゃあありがとうございました。あ、じゃあうわすげえ。